クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは、ダベデシオコです。今回は悲しみが喜びに変わった話をテーマに、大学生の時のお話をしたいと思います。私は高校3年生の12月、受験直前に母親を病気で亡くしました。それから大学生になりましたが、母親を失った悲しみはどうしても続いていました。そんな中で教会のキャンプに参加し、生きて働かれる神様イエス・キリストを知る体験をしました。それからというもの、クリスチャンだった私の母は人生の大変なところを乗り越えて神様がおられる天国に行ったという確信があり、そう思うと悲しくて仕方がなかったはずの母の死が全然悲しくなくなったのです。私自身の内側が変えられたというのは、まさに悲しみが喜びに変わった大きな出来事でした。が、話はそれだけでは終わりませんでした。私は看護学科なのですが、大学の卒業研究ではテーマはクリスチャンがどのように死を受け止めるかということをテーマに、自分自身の体験と教会の方にインタビューをしてまとめました。この研究をゼミの先生は認めてくださり、なんと大学の授業を一コマ使って学科全体で発表、つまりイエス様のことを発表する機会をいただきました。さらにテストは免除にしてくださいました。悲しいと思った出来事も神様はすべて益にしてくださり、最善に導いてくださいました。神様に感謝します。今日は最後までお聞きくださりありがとうございます。またクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。